はい。皆さん、こんにちは。ネットビジネス界の目の上の単語部、ネット物販講師の黒沢です。前回の動画で、アメリカアマゾン物販を英語が苦手な方でもできるという話をホワイトボードを使って説明させていただきました。今回は、その動画の後半戦になります。実際の画面をお見せしながら、具体的にどのように作業を進めていくか実況させていただきます。本動画参考になった方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 先に少しだけおさらいさせていただくとアメリカアマゾン物販は1から10まで英語を使って作業を行うわけではありません特に英語を使う作業として商品リサーチ買い付け商品の相場価格を調べる商品ページ作成そして顧客からの問い合わせに返答するこの4つの作業が挙げられます1つプロローグなのですがアメリカアマゾン関係の物販を行うセラーとしては今回説明させて いただく通り英語に長けている必要はないと個人的には考えているもののアメリカアマゾン物販関係を教える側講師やコンサルタント側はそれなりに英語に長けている必要があるわけです生徒さんのちょっとした違和感のある英単語の使い方や英語の商品名の語順にいち早く気づいて指導させていただくためには英検で言うと準位級レベルすなわち社会性のある会話を難なく行い るような技量が必要ですしネイティブの人たちとのある程度の交流実績も必要になってくるかと存じます。 なぜこんな話をしたかというと、英語に長けている講師が教えることが理想ではありますが、英語に長けている人が教えると、どうしても自分がわかっているものなので、飛ばし飛ばし教えてしまう可能性がなきにしもあらずなんですね。生徒さんの指導をさせていただく際に自分の感覚で進めてしまって、それに生徒さんが追いつけなくなってしまうということがもしかしたらあるかもしれないということです。今回は極力英語を使わずに 英語のページで 英語の作業を行う方法を紹介させていただきますので、最後までご成長いただければ幸いです。では早速進めていきます。まず一つ目、Amazon での商品リサーチをどのように行うかです。三つの下準備が必要になります。まず、Amazon ページを閲覧するブラウザーとして、Google Chrome をダウンロードしてください。この動画下にダウンロードができるページの URL を貼っておきます。これが一つ目の下ごしらいになります。二つ目、Google Chrome ームの拡張機能で google 翻訳を入れておいてください右の方 google chrome に追加しますというボタンが出ているはずですからそちらから追加しておいていただければ幸いですそして3つ目 google 翻訳のページを開いておいてくださいでは早速商品を調べていきましょう今回は少し変則的な一般名称以外で調べるリサーチ方法について言及させていただきますページの欄外で右クリックを押していただき 日本語に翻訳をクリックしていただければページが日本語に翻訳されます。こちらは Google Chrome の拡張機能として入れた Google 翻訳の機能になります。英単語のスペルがわかりづらいと思いますので Google 翻訳のページを出してください。Google 翻訳を日本語から英語に翻訳するに設定してキーワードを一つ入力してみます。通常商品リサーチを行う際は特定の商品の一般 一般名称を入力するのがスタンダードなやり方ではありますが、初めてのリサーチに関しては、いろいろなカテゴリーの商品をちょこちょこリサーチしていく、商品の相場価格などは後回しで、とにかく数を増やしていくということがメインの目的ですので、今回は一般名称以外、例えば色を入力してみます。スタンダードな色を入れてもいいのですが、少し特徴的なキーワードで調べた方が、目につく商品、 が増えることが多いのでエメラルドグリーンと入力してみます右に翻訳された英単語が出てきましたので検索窓に入力し虫眼鏡のマークをクリックして検索したいところなのですが何度押しても反応しませんこの場合一度 f 5を押してページを更新しこのタイミングだけは英語のページに戻した状態で検索ボタンをクリックしてください検索結果が出てきましたここでまた欄外で右クリックし日本 一点重要なポイントなのですが、左上、配送先が日本になっていますので、左クリックしていただき、配送先の郵便番号を92111と入力し、申し込みをクリックしてください。左上、配送先がアメリカのサンディエゴになりました。 別に92111にする必要はないのですが、とにかくアメリカの住所を入力しておかないと、日本に輸送できる商品しか表示されなくなってしまいますので、必ず左上はアメリカの有名どころの住所。よくわからなければ、とにかく92111と入力してください。検索結果上で色々な詳細が出てきました。この中から、とりあえず一つ気に入った商品を左クリックして商品ページを開いてください。自動的に日本語に翻訳され されるはずですが翻訳されない場合は改めて欄外で右クリック。 日本語に翻訳をククリックしていいただければ幸いですまず一つ商品気になったものが見つかったらこれを取り急ぎエクセルなどに記録しておいた方が良いのですがその際はこの商品ページの URL、画像そして商品名を入力します商品名を入力するときは改めて検索するときのことも考えて F5 で一度英語の画面にしてから英語の商品名を原文のまま記録するようにしてください商品情報を入力したら改めて 欄外で右ククククリリッッ日本語に翻訳をクリックしてください一つ商品が見つかったら関連商品をあと1、2個は記録しておいた方が良いです。その際にどのように検索するかというとこの商品の一般名称並びに特徴を表すキーワードを商品名からピックアップし文字検索するというやり方が便利です。そして基本的に商品名の最初の方にこの商品の一般名称並びに特徴が書いてありますので 今回の場合、ラップフード付きブランケット、この3つのキーワードで文字検索していこうと思います。当然、文字検索は英語で行う必要があるのですが、その場合、該当の日本語部分を選択すると、Google 翻訳のマークが現れますので、左クリックしてください。現在、日本語に翻訳されている言葉と、もともと英語で何というキーワードだったのか、 が平記されていますので、英語の検索キーワードを選択し、 コピーした後で一度ページの更新ボタンもしくは F5 キーを押して原文に戻した上で検索キーワードを入力し改めて検索します検索結果の中から他に気になっている商品を一つか二つピックアップして入力するという流れですこの後の商品リサーチのやり方とすれば何か気になった商品の特徴例えばペンギンだとかフリース だとかそういったキーワードでまた改めて別のカテゴリーの商品を2,3商品ずつ調べていったり具体的に思いつく商品があればもちろんピンポイントでその商品の一般名称で検索していくという形ですこのまま2つ目の作業相場価格などを調べる際にどうすればいいかについて説明させていただくと例えばこの商品を買い付け候補に入れたとするとこの商品をお客様はどのようなキーワードで検索する するかを考え、そのキーワードの検索結果を一ページ目からせめて三ページぐらいまで見てみて、だいたいいくらぐらいで売っている商品が多いのか、最低いくらぐらい売っているのかというのを見ていく流れです。相場価格を調べる際のキーワード群というのが、先ほど類似商品を調べた時のキーワードと一致することが多いです。具体的には三単語から五六単語のキーワードで、検索結果が千件から数千件。 多くても1万件以下で、検索結果上の上位表示されている商品に多くのレビューがあり、 かつ今回ご自身が出される商品の類似品がずらっと並んでいるような検索結果上であれば相場価格を汲み取ることができます今回の場合ざっくりと見渡してみると高いものは30ドル40ドル近くで売っているものもありますが24.99ドル前後で販売されている商品が多いのでこの商品の平均的な相場価格は24.99前後さらに一部商品は は20ドル前後で売られているものもありますので相場価格の加減とすれば20ドル前後ということが見て取れますというわけで今回は英語が苦手な方がどのように商品リサーチを行っていくかの実況